記念砲火の旅もあと少しで終わりです。あら、あの方は。申し訳ございません。いや。これは脅迫状？さあ、オフィリア。ごめんなさい、オフィリア。この種火があれば、父様は。種火はありましたか、ディアナ様。本当に、この種火があれば、父様は生き返るのですか。あれ？いや、あれは。プリムロゼ、僕はしばらく町にいる。あれは僕にとっても忌まわしい事件だった。助力できることがあれば言ってくれ。ありがとう。なんと。はい。ですが、どうか。わしもしっかり覚えておる。プリムロゼ殿、この男はジェフリーが殺され姿を消した。元自警団団長アールバス・エルメロだ。シメオ、やあプリムロゼ。どうしてここに。
ああ、それはね、君に大切なことを伝えに。君はずっと探していたんだろう？このカラスを。カラスの。いつ。どうして。死ねよ。ごめんね、プリムロゼ。僕がカラスの首筋。10年前、君の父親を殺した男さ。嘘よ。ああ。いい。今の表情、とても良かったよ、プリムロゼ。半生をかけて探した仇は、かつて愛した男だった。か。絶望に打ちのめされた顔だったね。君の悲劇。見せてもらった。そして申します。ふん、そうか。なっ、君が変国の書の調査を開始したならば、きっとここにたどり着く。そう思っていたが、やはり来たか。本当に優秀だよ、君は。その石は血を結晶化させて作った。変国の書に記述された力の一端、メイドの土産に拝ませてやら。バカな。なんだって。まさか。おのれ。
ボン学長が誰かと話しているのを聞いてしまって、相手の声は聞こえなかったんですけど、内容はサイラス先生の命を狙う、そんなことを言っていました。まさか、手に手伝わせて、こいつを中に運び入れてくれんか、ハンイットや。石にされたものを元に戻す唯一の方法、それは赤目を倒すことさ。ハンイットや、ヘンルーだって薬草は聞いたことがあるかい？まさか、ここはドラゴンの巣なのか？そうは言ってもな、本当に勝ったからな。いきなり何？やめ！くそ、そんなに嫌か？嫌ではないけど。ははん、まさかお前、抱えられるのが恥ずかしい。バカ。まあ、あれだ。覚えておけ、ハンイット。カレウドってのは、いろいろな獲物と戦う。中には、信じられないような奴もいる。誰にも信じてもらえないような狩りでも、自分だけは覚えておけ。ほら話だって、鼻で笑われたっていい。それにな、ハンイット。なんだ、師匠。いつかお前も、俺に聞かせてくれよ。ほら話みたいな、すごい狩りのこと。他の誰が信じなくたって、俺だけは信じてやるからさ。ハンイット、あんたあれだね。もうちょっと自分を自覚しないと。若い頃の私ほどじゃないにしても、あんたは別品なんだから。